クマラボチャンネルの主マスタークマです今回紹介する輪はこれ。ヘドンのメドウマウスです。えー、まず先にね、えー、ちょっと謝るというか謝罪させていただきたいんですけど、ちょっと今回の輪、程度が悪いです。これは本当申し訳ないと思います。んですけどね、これの、このメドウマウスの程度がいいのを私持ってないんで、ちょっとこれでね、我慢して見ていただけると幸いです。 えこれね、オールドと、それからあーオールドじゃないのが2種類ありまして、現在は廃盤になってるのかな、で今回ってるのはこれオールドタイプ、えー、で何が違うのかっていうと、オールドタイプは簡単です、こんな感じで、肝、毛が生えたルアーです、それに革製の尻尾がついてるっていうね、もう見ればわかるんですけど、これ、ネズミを模したールアーですね、でこのね金属リップがいかにもねオールドチックで、私はすごく好きなんです。 でルアーの特性としてはどういったあ特性かというとサブウェイスクランクサブウェイスクランクう形でえ理解していただければ結構だと思いますえ巻けばね、えー、これ何センチぐらいだったかな3 0 c んそこまで潜んないかな、えー、潜ってねプリプリと小気味のいい動きをしてくれますし、えー、ロットを立ててね、えー、もしくは太いラインを使って、えーえー、ゆっくり巻くとねあー ビッグバドみたいな感じでパタ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 とね泳いでくれますでねこれ面白いことにヘドンさんって結構ネズミ好きなんですねえっ、ー、とこの後にね、えー、シングルフックをケツに1個だけバッとつけたねこれと全く同じネズミ型のルアーも出してますしあとね、えー、クレイジークローラのネズミカラーのバージョンとかもあるんですよ うんでねなんでネズミが好きなのかもちょっとそこまで私はわからないんですけど、割とねヘドンさんはネズミに関してのルアーていうのは数多く出してますし、確かね、えー、私がちょっと手に入れられないようなオールドにもネズミ型のルアーがあったと思います。で、えー、これなんでネズミなのかっていうのはちょっと本当にわからないですよ、えー、ですけどね、えー、バスはね本当ネズミも食ってますし えー、蛇ビ食ってる場面っていうのも私一度見たことありますし、あくじきですよね、えー、でこのねオールドタイプのメドウマウス、多分ねこの状態でも高いのだったら1000円前後するようなあ価格でね今、オークション等で取引されてます、えー、歴史的価値があるルワーだと思いますけど、じゃあ今、変わりはないかって言われたら、あ今現在ね、ね、え、変、ー、わりはいっぱいあると思います。ですがね この愛嬌のある形、それからあ雰囲気、であとヘドンであるってことをこういうのに入れればね、ねこれだけ程度が悪くても私は買う価値があると思いましたんで、えー、これ、確か安かったんですよね、えー、350円程度だったと思いますけど、それで購入しました、でね私のフォロワーさんのお一人にもね、えー、このメイドマウスをこよなく愛されている方が1人いらっしゃいまして、確か広島の方で。えー 住んで一度ねお会いして、えー、ネズミ談義してみたいなと思います、うん、ね、えー、非常に愛嬌のあるルアーでいかにも昔のルアーだと思いますんで、えー、もしね見つけて、えー、ご購入できるお値段であれば使う使わない関わらずにインテリアとして飾ってもね、えー 悪くないいルアだと思いますただし、えー、女性の方はあネズミ嫌いな方が多いので、えー、それをが元でね夫婦喧嘩になった彼女と喧嘩したって言われても私は責任を持ちませんのでそこら辺はご自身の責任で決断してくださいえでは今回はここまでになります次回何を紹介するかは次回,のルアー次回の動画でお楽しみくださいでは今回はここまで